皆様こんにちは。今回は Google Play ギフトカードを Google アカウントの残高にチャージする方法をご紹介させていただきます。Google Play ギフトカードはコンビニなどで購入することができる Google Play の有料コンテンツ支払い用のプリペイドカードです。例えばクレジットカードを持っていない方でも Google Play ギフトカードに残高をチャージすることで Google Play の有料コンテンツを購入できるようになります。ちょっとしたプレゼントとしても最適です。 Google Play ギフトカードの Google アカウントへのチャージはAndroid かデスクトップで行うことが可能です。また基本的にはどちらも同じ方法となります。まずは Google Play ギフトカードを購入するなどして入手されていることを前提とします。パッケージからカードを剥がし、削るとコードをご覧いただけますの部分を削ってコードを入手してください。 Android の場合は Google Play アプリ、デスクトップの場合は Google Play のサイトを開きます。 Android の場合はメニューからコードを利用、デスクトップの場合は左のメニューバーに表示されるコードを利用を開きます。そして表示されるコード入力バーに先ほど入手したコードを入力し、コードを利用をタッチまたはクリックしてください。たったこれだけで Google アカウントに Google Play ギフトカードの残高がチャージされます。 Google Play の残高を確認する方法は、 Android の場合はメニューからアカウントを開き、一番上のお支払い方法をタッチします。デスクトップの場合はメニューのアカウントをクリックすることで確認することが可能です。 Google Play にクレジットカードを登録したくない方や、お子様による勝手な課金が不安な方など、コンテンツの購入用として Google Play ギフトカードで運用するのもおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。以上、Google Play ギフトカードを Google アカウントの残高にチャージする方法のご紹介でした。